と夢を見続けて、死ぬまでいろんなことをしていきたいと思いますんで。とんでもねえことだなと。今生きてますでしょ、僕も。歌舞伎役者ってのは今生きてたいんですね、どっかで。いつもとどまりたくない。もっともっとやんなきゃダメ。全然わかんない。それじゃ型をやっぱり身につけてから破ると型破りというものになるのかな。この世のものとは思われない疲れ方したのよ。難病ですって言われてさ。手術には必ず死ぬわけだからね、この病気は。先生に教えてくれっつってんだよ。もしダメならダメでね。だってやりたいことあるからさ、まだ。死のことを忘れないでください。